真大学、今日はですね、中野正隆さんのアトリエに来てます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中野さんとはゼラチンシルバーセッションで、ご一緒させていただいて、今日はじゃあその中野さんの写真家を志したところらへんからちょっと話を聞けたらと思うんですけど、俺たちの時代ってやっぱり横尾忠則さんがすっごい面白いポスターバンバン作ってたり、まあ海外で言えばヒッピーのピーター・マックスとか、そういうサイケって言われてた頃、そういうポスターを見てこういうのを作りたいなと思って、だからデザイン科を目指したのはやっぱそういう影響が、デザイナーを最初、そう、まあ大学の2年で写真の授業があるのね、で強制的にそれまでカメラなんか持ったことないのに、一眼レフ買わされて、引き伸ばし機も全部一式現像フィルム現像から、ちょっと吉祥寺のカメラ屋と結託してんのかみたいな、全員ぞろぞろ行って、そこで初めて写真をやった。ムサビでしたっけ。ムサビの視覚伝達デザインっていう、まあグラフィックだよね。しかも大学の2年の夏休みぐらいまであんまり授業出なかったりとかしてて、でまあ当時の先生がちょっと変わってて、自分はそのプロの写真の教師だから、自分が写真を撮ってお金は稼がないっつってタクシーの運転手やってたのね。それで教えてるっていう人で、一番最初にやったのがフォトグラムっていうの、フィルムを使わずに印画紙に直接上に物を置いて焼き付けるっていう、それで俺なんか水中メガネみたいなのを置いて、半分ぐらい水入れて、ちょっと斜めにしたりとかして水が映るわけですよ。でそういうのを出して、なんかそれが気に入ってたのか、それで目をつけられてたのか分かんないんだけど、夏休み明けに課題お前全然やってないじゃないかみたいな感じで、夜中の2時ぐらいまで延々俺やられて、先生お前は 何が好きでどういう考えなんだみたいな、徹底的に。で悔しいから、その怒られた次の週にその新宿に行って、不老者の人とかみんな声かけて、でまあなんか写真ってちょっと度胸試しじゃないけど、どんだけ怖い人に入っていかないと、入っていけるかみたいなさ、そういう部分あるから、なんかそれで不老者にいきなり行っちゃったんだね、ホームレスの人ね、でとそれを撮って、もうフィルム現像もすっごい丁寧にやって、で持ってったら次の週にベタ褒めされて、それで気を良くしちゃって始めたっていうか、それで帰りにコーヒーをおごってくれたわけよ。でこれはね、なんかうるさい人黙らすのって現物しかないんだなっていうのをちょっとそこで学んで、でそうやってる間にもうそのデザインよりも写真の方が面白くなる。それ大学2年ぐらい、大学2年の時に、3年の時に当時やっぱりなんかアメリカのウェストコーストがすごいブームになってて、まあ友達と西海岸行こうみたいな、でカメラを持ってって、サンフランシスコとロスに行って、その辺から割と本格的にこうやりだしたっていう。で秋元茂っていう、あの広告写真家に、そこにこう会いに行ったわけ。そしたらなんか、まあ秋元さんも玉美の図案家、出てて、すごい話が分かってくれるわけ。要するにその写真の学校じゃなくて、そこから入るけどいいですかみたいな、ものすごい話分かってくれて、なんていい人だと思って入ったら、もう毎日怒られなくて、もう今本人とすごいいい関係なんだけど、そのアシスタントの当時ってやっぱりどうしたってこうなんか人の手伝いみたいにしかさ思えないじゃん。で自分で早く撮りたいわけで、でまあそういうところにちゃんとスタジオマン上がりのすごいできる連中がこうアシスタントで、まあ当時3人ぐらいいたんだけど、で来るとやっぱり俺なんかもうまた追いやられたり、一応先輩なんだけど追いやられたりみたいな。まあそうやってる時にちょっとその美大の一級上の女の子でコピーライターやってる子と、当時セントラルアパートって今原宿のね、あそこにいろんな人いたじゃん。そのビルの中で仕事が一個できちゃうっていう、そういうすごい面白いビルだったんだけど、まあそこのエレベーターでちょっとそのコピーライターの子に会って、
でこういう仕事あるけどちょっとやるって言われた、ええ、もうすぐ飛びついて、やります、もうやるやるっつって、うん、それで辞めちゃったんだけど、もう9ヶ月やってたの、うん、アシスタントで、今はもうなんか一番弟子みたいな顔してるけど本当に9ヶ月しかやってない、でもなんかそこでやっぱりこうプロの写真家っていうのを初めて見て、うん、やっぱり美大出身だからさ分かんないじゃん、うん、でまあそこから自分でやりだしたんだけど、うん、それから初めての仕事、要するに、うん、自分のやり方でしかないわけ、そうですね、いろんな人の、うん、っていうかスタジオマンとかやってれば見れるじゃん、うん、そこやってないから、うん、だいたいポートレートとかそういうのってこう瞳を見ると、うん、ライティング全部わかるじゃん、はいはいはい、でそれをいろいろアベドンが撮ってるのとかいろいろ研究して、映り込みますからね光が、そうそうそう、うん、目の玉に全部ライトが入るでしょ、うん、だから距離までわかるわけ、うん、でそういうのを全部こう表紙をバーッとやってて、見て、うん、もう独学でいくしかないと思って、うん、中野流、そうそうそう、で多分未だに間違えてるっていうの結構あると思うんだけど学生の頃に行った西海岸と、はい、今度ニューヨークの方に、うん、行ってみようかなと思って、うん、東側に、そうそう、それであの当時のレギュラー全部追っぽって、うん、あら、それでそこで続けとけばもうちょい行ってたから、ね、でもなんかそういう、とにかくもう行っちゃえみたいな感じで3ヶ月ぐらい行って、それでまあそれがゆくゆく写真集にちゃんとなったんだけど、うん、ニューカラーっていう、はいはい、エグルストンとか、エグルストンとかスティーブン・ショアとか、はい、その辺の写真がカメラ毎日とかに出て、かっこいいなと思って、かっこいいですね、かっこいいと思って、うん、アメリカのでもカラーみたいなのありますよね、向こうへ撮ると、うん、その写真自体がちょっと、いや全然違う、違いますよね、空気の感じがちょっとやっぱ違いますよね、見た目も違うんだけど、うん、なんか今行くより当時の方が青かったみたいな気がするんだけど、うん、なんかそれぐらい違うとこだなっていうのがあって、うん、それでまあそういうアメリカを撮りたいっていうのがあって、うんうん、ニューヨークでは何撮ってたんですか？ニューヨークでそんな言葉ができるわけじゃないから、うん、とにかくカメラ持つと路上でこうずっとじーっと人観察したりとかして、であの人の動きってこう意思疎通ができなくてもなんとなく動きで分かるっていう、うん、ボディーランゲージっていう、うん、まあそういうなんか動きをこう観察するみたいなのとか、でやっぱり声かけてもニューヨークはねあんまり人撮らせてもらえなかったりとかして、ーイーストビレッジっていうところに、はい、当時、誰かカメラ日本人のカメラマンが住んでる部屋をサブレットって要するに夏季休暇みたいな感じで貸し出すっていう情報を向こうでもらって、そこにいたんだけど、イーストビレッジって当時はすごくて、そのやばいっていうアベニュー ABC ってアルファベット地区になると相当やばいわ、うんうん、なるほど、で A と B の間にいたんだけど D がヘルスエンジェルスかな、うん、なんか C がジャンキーとか、うん、そういう感じの、もうちょっと向こう行くと危ない、危ない、カメラ出せない、なるほど、今はもうギャラリーとかできてますよね、いやもう全然違うよ、うん、そういうまあベースがあって、そっからなんか都市写真みたいなものが、うん、そのあれがまあベースになってんだけど、アメリカがガラーンとした空間みたいなのもちょっとイメージにあったし、うんうん、僕もニューヨークも撮ったりロスも行ったりしましたけど、うんうん、だからロスの方がなんか開放的でアメリカっぽいですよね、あのだからよくこうあの区別するときに流れてる時間が違うっていうふうに思うんだけど、なるほど、そのニューヨークって東京とまあ、うん、同じでこう、うん、ガーッとサイクルが早いじゃん、はいはい、でロスとかサンフランシスコって、うん、もう昔の感じがそのまま江ノ島みたいなね、うん、そうそうそう、うん、そういうなんか、うん、だからすごく変わっていくので続いていく都市と、うん、それからゆったりした自分のペースで行く都市と2通りあるなっていう、うんうん、それ3ヶ月行かれて、うん、帰ってこられて、うん、でどうだったんですか、もう仕事はでも全部ないですね、いや仕事なくなっちゃったし、そのアメリカで撮ってきた写真もいろんな人に見てもらったんだけど、うん、広告に使うにはヘビーだし、うん、作品としてはどうかなみたいなのがあって、うん、なるほどなるほど、でそれはお蔵入りしちゃったわけ、へえ、でまあ結果的に東京ノーバディで2000年にデビューして、はい、
でその後に今度いろいろ出てアメリカがポコンと出るわけだけど、やっぱり原点はそっちなんだよね。やっぱ東京って10年に1回ぐらいブームになっていろんな東京ものの写真集が出たりとかってするんだけど、取り出したのが1990年なんだけど、なんか東京でできそうだなっていうのがあったのね。でじゃあ何やろうかって思った時にいろいろこうやっていろんな本見て、意外となかったの無人の東京だったの、でそれって多分誰でも考えることなの、特別なことじゃなくて、こんだけ車も人も多くて、こういうところがガバッといなくなったら、どういうふうに見えるかって絶対誰も考えるし、でもやってなかったっていうとこなんだよね。誰もいない東京、こちらですよね。そうそうそう。でこれがじゃあ実際に撮れるかっていうので、で俺も 2,3 年で行けるかと思ったんだけど、やっぱり撮れなくって、いやこれでも結構話題すごかったですよね。結果10年かかっちゃった、それでまあ始めた当時が1990年なんで、その、まあ、バブル崩壊の前夜な、バブル崩壊が91年とか、でそのまだ日本が割とこう好景気っていうか、調子良かったわけ、それでみんな調子こいて、土地とか買いまくってるみたいなさ、でなんか違うなみたいな感じって、やっぱり写真やってると、ほら別に予言者じゃないけど、なんとなくこれちょっとこのまんま行きそうにないなとか、そういうニュアンスがあるじゃない、でそういう感じを表現みたいな本で、学生時代にまた話戻るけど、学生時代はその美大って結構地方からみんな来てんのね、で正月になるとみんな帰っちゃうわけ、そうすると俺東京だから一人ポツンと残ってカメラ持って出ると、ガラーンとした東京があったわけ、そこでちょっとイメージはあったって、だからあれやろうかなみたいなことにちょっと結びつけた。なんだかじゃあ学生時代なんだか感じてたなんかあったんですね、アイデアは。このリトルモアの武井正和さんってもう名物の川内凛子ちゃんとかみんなやってるさんなんだけど、これ大きな出版社にちょっと一回、ダミー本見せるね、これもうちょっと中身抜いちゃったんだけど、こういう分厚い辞典みたいな感じで、俺いつもいろんな本のダミー本を自分で作るんだけど、もうなんか好き放題突っ込んで、すごい、これがダミー本なんですね。これがダミー本、あ、本当は全部ここも入ってた。そう、全部入ってて、まあそれで最初は、最初は、あれ最初は大勢いるんだよ普段はっていうところを見せて、この辺にもバーッと人がいたんだけど、でそこから急にいなくなるっていう本を作ろうとしたコンセプト。なるほどなるほど。ところが武井さんはもうこれ最初からいない方が面白いっつって、でもそういうことになったんだけど、このノーバディの上前に東京がくっついて、このロードシーンっていうのは撮っちゃって、っていうのを、まあ、これがだからこれ見せたらもう10分で決まっちゃったわけ、これは自分で書いたんですか。これは自分でやって、一応だからデザインからいろいろやるわけよ。ただ実はこの時にリトルモアに売り込みに行ったのはキューバの本なの。で本当は、俺のイメージではリトルモアはキューバの方が合うかなと思ってた、ね、って言ったら、まあそのキューバの本は出したばっかりだって言って、でちょっと写真集は難しいんじゃないみたいなのがあって、この東京ノーバディの本は大手の出版社に1ヶ月ぐらい預かりで難しいみたいな話になってたんで、通じないのかなと思って、これ出しそびれてたわけ、でキューバがダメだとなって、実はこういうのもあるんですけどって見せたら、お前こっちを先に見せろよみたいな話になって、それでもう10分で決まって、もう10分で展覧会決まってみたいな、そっからガーッと動き出した。誰も写ってないっていうのはさっきちょっと最初ちらっと説明、僕 ND フィルターかけて長時間録音で人を消すんですかっていう質問したんですけど、いやいやもう本当に誰もいない時に行って、長時間録音って
例えばこれでも、うん、こんな道の真ん中に長時間入れないでしょ、うん、単純な話、うん、あ確かに。で、あと信号が青の時にこれは行ってるんだけど、撮ってるんだけど、うん、信号が青でここに立ってられる状況っていうのは、うん、後ろもいないのよ、うん、っていうことを指してるって言ってる、うん、なるほど。要するに前を撮ってるんだけど後ろも想像させるっていう、うん、なるほどなるほど。まあタイミングによっては、うん、まあシャッタースピードって1秒から8秒ぐらいまで行くときあるんだけど、うん、そのタイミングで信号変わっちゃったりすると2つついちゃったりする、うん、なるほどなるほど。それで長時間じゃないのって言われたりするんだけど、うん、それはもう絞り64まで絞ってるから、うん、結構4秒、平均4秒ぐらいかな。8x10 8x10、じゃあもう一人じゃ無理ですよね。いや一人だよ。一人で。これは一人じゃないと無理だよ。一人でバッと行って。そうそうそう。へえ。これってさ、やっぱり1対1で差しで勝負してるみたいな感じあるじゃん。うん、なるほど。歳と自分と1対1。手で向き合ってる。そうそうそう、うん。それが人がいるとなくなっちゃう。なるほど。手伝ってもらったりする。ああ、そういう感じも出るんですね、やっぱり。出る出る。うん、こうですな。おお。で、はいはいはい、こうやって見るとこれが表紙のやつ。はい。これですよね。そうそうそう。本当だ。これがこういう風になる。なるほど。全部いないっていうやつ。本当だ。まあいちいちフィルムこうやって見せるわけいかないけど、やってるって言ってるだろうみたいな。なるほど。あとはなんかちょっとこの印象的に、うん、ちょっとこの夕景みたいなタイミングが好きなのかなって思ったりとか、ね、色カラー要するに、うん、朝のブルー一色みたいなのだと、うん、朝でしょっていうことで話は上がっちゃう。あ、逆に、うん、昼なのにいないっていうのがやっぱりより面白い、うん、なるほど。これはなんか全然安い日本のカメラ、うん、立原の、はい、でもうほぼ半分以上壊れてるみたいな。カメラは日本製でレンズがコマーシャルエクタ、うん、コマーシャルエクタ、うん、これはアメリカ行った時に買ったやつ。なるほど。このなんか古いレンズ結局、うん、フィルムカメラって、はい、まあボディももちろん大事なんだけど、うん、結局レンズとフィルムが結びつくわけだから、そうですね、はい、どっちかっていうとレンズの方が、うん、こう特徴が出る。そうですね。でこれをあれですね、交差点に三脚につけて、そうそうそう、待っててもうタイミングで OK なタイミングの時にガーッといって、そうそうそう、すごいな。それで怒られるわけ。怒られる。何やってんだーみたいな。毎年怒られて。なるほど。毎年正月に怒られて。へえ。いやー、今年も来年もね、どっかの町でまた、そうそう、もっと町っていうか、まあ東京ですけど。出会ったらそっとしといてください。こっちは窓から見える。こっちはね、だからまあこのノーバディもずっと未だに続けてるんだけど、うん、この。なんか東京のことをいろいろ考えてる間に、うん、その首都高を俺結構走ってそこで物を考えるっていうか、はい、なるほどなるほど。首都高の渋滞の時に物を考えてたりするんだけど、うん、その渋滞で乗ってた時に向こうのビルからこっち見てるおじさんがいて、うん、でなんか目があって、うん、で向こう側からこうやって見たらどういう風景かってカメラマンってわかるじゃん、うん、はいはいはい、ですごいいいかもしれないと思って、うん、人ん家の窓からどういう風に見えるかっていうことを、なるほど、これはすごい。へー。でそうやってる間にまあなんかコンセプトがだんだん固まってきて、うん、要するにその窓の外っていうのはすごいガーッと動いてて、うん、さっきの時間の話とちょっと関連するんだけど、はい、やっぱり内側ってこうやってなんかほぼ変わんないみたいな、うん、まあ物は変わったとしても、うん、止まってテイストは割と一緒じゃん、うんうん、でそういうなんかせめぎ合いがあるわけ。動く外は動いてて、はい、
もうだから明らかに違う時間が交錯してる。なるほど、うん、それの接点が窓だな。なるほど。だからそれをいっぺんに撮っちゃおうと思って、で窓の中側と、うん、中側と外側をいっぺんに撮ると、うん、なんか今の東京っぽい感じがした。うん、面白い。そう、でそれがまあコンセプトで、もうこれも大変なんで、もうみんなあのこういう、はい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 、でこれが見えるのを探すわけじゃん、はい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 、そうするとここは若い女の子が、うんうん、あの住んでるんだけど、その彼氏が来てて、うん、そのダメだっていうわけ、うん、なんで撮るんだみたいな話になって、はいはいはい、そうするともうストーカーみたいにこう何回も行って、はいはい、手紙まで入れたりとかして、でもこの部屋から撮りたいんですよね。そうそう、ここがベストなわけ、うん、このちょうど高さから言う。なるほど。それはもうあれですか、もうあそこあそこの部屋だってまず思うんですか。思う。だからこれもまあちょっと、うん、あの要するにこういうオブジェがあって、うん、後ろにビルがあるっていうことは当然見えてる人がいるわけじゃん、うん、そこを探すのが大変なんだけど、うん、で数えたらなんか13回ぐらいがいいかな。なんだけど全然外れてたんだよね最初は。あの全然見えない。あの要するにベランダでこう敷居みたいなのがあるじゃん、隣の部屋と、あれでこう半分ぐらい隠れたりとかってやってる間に、ここの部屋だったらいいんじゃないみたいなの紹介されて、で行ったらその人が風邪で寝込んでた、うんうんうん、で寝込んでて布団片付けようとするから、うん、そのまんまにしてくださいっつって、初対面だけど、うん、もうそれじゃあもうその会った日に撮ってるんですか。もうこれは会った日に撮ってる。まあ違う日に出直してんのもあるけど、うん、まあそういう感じを繰り返してこういう東京の撮らせてくれるもんなんですね。全然無理。全然無理。2割ぐらい。へえ。分かってる人もいいですね。好き放題やつ。これただ自分で作ってたそのものとまたちょっと違う、立花さんっていうデザイナーの意図が結構反映してて、で最初俺も順番分かんないなみたいなのあったんだけど、なんか今見るとすごいやっぱりいろいろこう考えてやってくれてる。なるほど。俺立花さんのデザインが好きで自分で指名して立花さんにやってほしい。うん、やっぱ組で変わりますからね、写真って。あ、もう全然違う。俺が作ってるのって全然違うね。これもあるんだ。これもあるね。へえー。これで、はい、これは東とかっこいいんだよ。西で分けてて、はいはいはい。これなんかもう写真も、はいはいはい、これカラーコピーなんだけど、もう縦に全部トリミングしちゃったりとかして。ハーレムっぽいやつとか、いや危険な感じします。危険ね、匂いが、はい、でこういうさ、うん、その向こうで撮って持って帰ってきて通じなかったのってこういう写真なんだけど、うん、今見るとこの 何気ない日常のよく見ていくと、なんか、うん、この松葉杖のところにこんなものがあったりとか、うん、っていうなんか不思議なこう何だろう、コンビネーションみたいな、うん、そういうのがあるのよ、うん、この帽子の色も全部いいですよね。そうそう、こういうのがよく見ると、うん、なんか売人みたいな人がいるしね。で何かそういうのが日常の中に含まれてるっていう撮り方をしてたんだけど、うん、確かにこれは広告使えないし、確かにちょっとっていう、まあそういう時代だったんですよね、うん、西は何かスカンスカンの感じで、うん、逆にこっちがやっぱりなんかニューカラーの影響みたいなのが結構あって、うん、こういう、はい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 、日常的な風景みたいなさ、うん、ああ、うん、でこれをその2回目に行った時かな、うん、ポコンと写ったわけ、うん、この写真が、はい、でこれ最初そのセレクトから外してたのね、うんうんうん、でもなんか妙に気になりだしたわけ、この写真、うんうん、でこれがそのうちなんか主役級ぐらいまで来ちゃって、でこれの続き撮ろうと思ってもう一回ちゃんと行き直した。これだってもう
できてるもんできてる。俺これボックスにしたかったの。これ中がさ、こっちが赤で、うん、こっちが青、うん、青で、本当だ、で白いボックス入れたらアメリカじゃんみたいな。なるほど。そういうのした。面白い。じゃあキューバもこれ、こういうの。キューバもすごいよ。わ、すごい。キューバはかっこいい。これ自分で作ったやつでしょ。そうそうそう。俺表紙これで行きたかったんだけど、やっぱ人にしてくれって言われちゃった。これはね、かっこいいですね。みんなこっちの方が欲しいっていう。まあ、ヴィンテージ写真集と言えばいいんでしょうか。面白い。こういうコラージュとかしまくってたわけ。でこれも今だったらほらパソコンでやるじゃん。Mac でね。うん。でもなんかこの手作り感がいいんで、うん、これフィルムを20種類ぐらい使って、うん、プリント10時間かかるわけ、うんうん、で10時間後に現像するじゃん、うん、そうすると真っ黒で出てきたりとかするんだよ、うん、そうするともう一回10時間かけてやるわけ。それを繰り返してやってて、最初だからこういうコラージュばっかりで全部一冊作ってたんだけど、面白い。でもやってる間にそのうちこれくどいねっていう話になって、それでこういう1枚ずつに戻したんだ。で、このさ、ゼロックスの白黒感が良かったんだけど、うんうんうん、印刷になるとちょっと出すぎちゃうわけ、うん。このかすれた感じがいいんだけど。活版っぽいね、これなんか。そう、なんか昔の、うんうん、で。この感じで出したかったんだ。なるほど。オリジナルは全部カラーだから。もうまたやばいとこ行ってますね。そうね、うん、まあとにかくキューバはもうめちゃくちゃハマって、うん、キューバのやつが、おお、さっき言ってたあれってのは これオリジナルで見ると、はいはいはい、はい、またもう印刷されてるとパソコンと変わらないけど、こうオリジナルだと手作り感が残ってるじゃない。なんかこのキューバの人たちを伝えるのに手作り感がすごい必要だった。でさ、これなんかもう上手くなりすぎちゃって、逆にちょっとパソコンでいいでしょっていう感じで、これなんか失敗するぐらいギリギリが一番面白い。なるほどなるほど。へえ、面白いですね。まあたまに一枚物を入れたりとかっていうので、でこういうなんか失敗してるやつが結構面白い、ね。うん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 。これが要するに最初のラフ？これを。うん、一個焼くたんびにこうやって書いていくわけよ。はいはいはい、はい、でここに焼きました、ここに焼きました。なるほどなるほど。だからもう暗室でこう焼き込んでいくんですよね。そうそうそう。なるほど。でこれをまあ大体3枚を繰り返して焼いていくんだけど、うん、それはまあこうなんか覆いながら焼くんですか。あのね、フィルムにマスクもいきなりパーマセルでくっつけたりとかして。なるほどなるほど。それプラス丸いところからこうちょっとぼかして焼く。なるほどなるほど。を重ねると、はい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 、いい具合にこうぼかしが入って。なるほど。でこれは焼き込まれてるわけですね。そうそうそう、こういうふうに丸からこう、うん、面白い、うん、へ、それでまあ 2枚まで現像機に入れて、うん、ここが足んないなとかっていうと、うん、最後にちょっとだけ足して3枚目で仕上がるみたいな、うんうん、へえ。このまたこの原稿のこういうのもいいですね、うん、なんかこう、でメガカラーだからやっぱりポジだともうこの暗いところってどうにもなんないじゃん、うん、だからネガだとなんとなくちょっと焼き、ちょっとあれしといてちょっとかぶせてみたいな、うん、これなんかすごい変な焼き方してて、うんうん、2色で焼いてんのよ。うーん、1回緑っぽく焼いといて、うん、で黄色っぽく焼いて、うん、それで重なったところが黒くなって。なるほどなるほど。そういう変な焼き方です。焼きでの二重のこう。そうだね、焼きでの、うん、その感じの方がキューバっぽいな。なるほどなるほど。へえ。あ、でも、うん、
行ってみたくなりますね、これ。僕キューバは行ったことないんですよ ね、建物がさ、1800年代の建物で、スペインのコロニアル風で、はい、でその後にアメリカが支配してた時があったんで、うん、車は全部アメ車なわけ、フィフティーズ、これもね、結構じゃあもう好きな感じ満載じゃないですか。そうそうそう、カメラマン天国は、うんうんうん、カメラマン天国、うん、で香港はもう暗闇の風景ばっかり撮ってた。へえ、プレゼンのこれが、いや、これ香港は3冊ある。本当だ、これはさ、最初これで、でこういうのちゃんと返還の日とかも行って撮ってやってたんだけど、これをその武井さんに見せたら、うん、香港のガイドブックいらないとかって言われて、うん、これ別にガイドブック撮っちゃうんだけどなみたいな、でもこれはダメだったわけ。空論城とか忍び込んで撮ったりとかしたやつ、はいはいはい、忍び込んでますね。これは出てないんですか。じゃあ、いや出たの、出たんですね。それで、はい、これはパート2、これがパート2で、そしたら今度テーマ絞って暗闇で、うんうん、あ撮ろうと思って、うん、その俺何が好きかって言ったら、そのわさわさしてる後に、うん、店を閉めて自分たちで飯食い出すじゃん、うん、こう閉まってる時間の香港が好き、うん、なるほど、ちょっと誰もいないに、そうそうそう、まあだからこれとノーバディと並行してやる、なるほどなるほど、うん、こっちは夜晩みたいな、うん、でまあ昼間寝といて、うん、夜中になると香港を繰り出すわけ、なるほど、カメラ持って謎の動物みたいな感じですね。そうそうそう、うん、で散々歩いて写真撮って、でこれをまた持っていくわけよ。そしたら、うん、これもこれの NG 理由は忘れたけど、うん、これはダメだって言われて、ダメだって言われて、それでじゃあもう一回行ってきますみたいな、それでシャドウ、ちょっとデザインも池田君っていうデザイナーにちょっといじってもらったりとかして、うん、でこれがまあ本編のうんうんうん、と同じものなんだけど、うん、ちょっと白とかこの辺は自分で適当にやったりとかして、池田君はこの白の変な感じが面白いとかっつってそのまま使ってくれたんだけど、うんうん、まあこういうのを持ってって、そしたらこれが OK になった。この差が俺もよくわからないんだけど、さっきの写真も結構入ってますよね。入ってる入ってる、うん、ほぼ入ってる、うん、でこれがシャドウズっていう風に、要するに暗闇の話で、はい、人間ってさ、こう、うん、なんか明るい方ばっかり目指すじゃん、うん、はい、それで暗い方って置き去りにされてるみたいなさ、うん、まあ、だからちょっと象徴的な感じっていうか、うん、そういう目指してるものと、うん、後ろ振り返るとちゃんと世界があるんだよっていう、うん、闇の、そうそう、うん、でまあそれはちょっと香港に引っ掛けてて、うん、やっぱりそういうイギリス領だった時と、うん、はい、それからやっぱ中国って、はい、こう二つに挟まれて、うん、やっぱりこう陰と陽みたいなのちょっとあったりとかして、ね、うん、っていうのも引っ掛けてやってるんだけど、うん、へえ。でもこれはじゃあ香港じゃなきゃダメだったんですね、やっぱり場所は。あのね、多分そういう意味では香港って、この当時の香港って、うん、俺がいつもこう都市に求める理想像っていうか、うん、その古い、とんでもなく信じられないぐらい古いものがあって、その横にピコーンと近代的なビルがあって、はい、そのバランスがこの頃ってめちゃくちゃ良かった。なるほど。でこれはもうやっぱり理想的な都市だと思って、それでいろいろ撮ってたんだよ。なるほど。次の中野さんのビジョンをどうやってことやっていきたいと思いますか。写真って大きく分けると、はい、テイクピクチャー、テイクアップピクチャーと、うん、はい、それからメイクアップピクチャーって、要するにちょっと作りっぽい、まあ、うん、コマーシャルなんかはそうなんだけど、うん、その両方あるじゃん、うん、でもうテイクは散々結構やってるから、うんうん、やってますね、うん、そのメイクっぽいこともやりたいな、うん、なるほど、でまあそういう絵描いて組み合わせたりとか、うん、っていうこともちょっと考えてる。へえ、まだ新しい中野さんが見れると。見れるかお蔵入りするかわかんないけどまずはでも作るんですよね、またまず作る自分で、もう半分ぐらい作ってます。
じゃあちょっとまた期待してますんで、はい、また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。